今回は信州に咲く菜の花のスポットを4箇所ご紹介します。信州に咲く菜の花はだいたい4月下旬から5月中旬頃まで楽しむことができます。それでは一緒に見ていきましょう。まずは長野市中条の虫倉山の山裾にあるアルプス展望広場夢の駅の菜の花畑です。毎年ゴールデンウィーク頃に開花します。晴れていれば残雪の北アルプスの山並みを背景に黄色い絨毯を敷き詰めたような鮮やかな菜の花畑が広がります。またゴールデンウィークの期間中限定で上空には鯉のぼりが飾られ、風になびく鯉のぼりと菜の花を楽しむことができますよ。どこを見渡しても菜の花畑が広がり、バックに見える北アルプスの絶景に思わず時間を忘れてしまいそうです。続いては大町市にある中山高原の菜の花畑です。中山高原は2011年4月から放映されていた NHK の連続小説ドラマお日様のロケ地としても有名です。この場所からも晴れていればバックに残雪の北アルプスを眺めることができ、緩やかな丘一面に咲く菜の花との絶景が素晴らしいです。また春にしか現れない雪解け水が溜まってできる幻の池も見ることができます。広い範囲に菜の花が咲いているのでゆっくりと散策してみるといいかもしれません。続いては飯山市にある菜の花公園です。県内でも人気のある菜の花畑で、県内外から多くの人が訪れます。菜の花公園は千曲川東岸の小高い丘の中腹に位置しているので、眼下に千曲川、その先に関田山脈を眺望できる絶景スポットになっています。また飯山周辺の桜は4月中旬以降に咲くので、運が良ければ菜の花との共演を楽しむことができるかもしれませんよ。毎年ゴールデンウィークの5月3日から5日までの3日間、飯山菜の花祭りのイベントが開催されます。一面に咲く菜の花を見ながら北信濃の春の訪れを感じてみてはいかがでしょう。続いては飯山市にある北流湖に咲く菜の花です。先ほどの菜の花公園から近い北流湖はもう一つの菜の花の名所で、湖畔に咲く菜の花と湖を見ることができる穴場のスポットとなっています。北流湖は菜の花公園よりも標高が高い場所にあるので、少し遅れて菜の花の見ごろを迎えます。またハート型の湖としても知られており、穏やかな湖ではカヌーなどの水上アクティビティを体験することができます。菜の花公園と比べると訪れる人も少ないので、ゆったりとした時間を過ごせますよ。信州の菜の花のスポットはいかがでしたか？お出かけの際は最新情報をウェブなどで確認してくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画はフォトクリエイティブがお送りいたしました。